ユダヤ博物館のリストは、ユダヤ博物館の一覧を提供する。古いユダヤ教会が、ユダヤ博物館となっている場合も多いので、ユダヤ博物館という名を打っていなくても、ここでは広く、ユダヤ人に関連する、博物館、美術館を紹介する。ニューヨーク市の5番街と92番通りの交差点に、あり、ウォール街の銀行家で大富豪の邸宅だった。 1908年に、創刊。現代美術の企画展でも知られる。この建物は、ユダヤ教の宗教行事器具のコレクションでは、世界でも類愚がないと言われる。12世紀の木彫りのトーラーのアーク、16世紀のペルシアのシナゴーグのモザイク模様の壁といった大変、貴重なコレクションが多数保存されている。ロンドンのユーストン駅ユーストンに近い、 タビストック広場の角にあり、13世紀から今日に、至る、英国における、様々な、ユダヤ人の遺品を展示してある。中老庭園フランクフルトゲットアト地が博物館になっている。宗教弾圧の一面を見るには良いかもしれないが、予備知識を持たずに行かない方が良い。ありがとうございます。